明日のファイナル6つの椅子をめぐる戦いはいよいよ後半戦へと移ってまいりました。ダブル準優勝戦、まずは1つ目の第11レースが発走されています。出場選手は1号艇山本浩二、2号艇芦澤望、3号艇山田哲也、4号艇加藤隆、5号艇池永太志、6号艇広瀬正人の6人です。1,2,3,4,5,6 でバック待機中です。3人気を集めての登場です。1号艇山本浩二の引戦です。そして2コースには自力輸出なくなりました。このレース地元2人からまず2番の芦澤望です。その奥通って3コースへと進んでいく3号艇山田哲也、この山田と内の芦澤ファイナル入りへは3着以上で結果待ちです。ダッシュをつけて4コース4号艇の加藤隆、あとは5コースに5号艇池永太志、今年4度目の優出へ自力1着条件4着まで結果待ち、6コースに6号艇の広瀬正人です。広瀬は前半2マークのチャンスしっかりと掴んで、その後の追撃にも耐えましてトップでゴールにたどり着いております。この6名11レースコース内から1,2,3ダッシュが4,5,6です。スタートが切られました。山本これは苦しいスイット体系、2番芦澤に攻め込まれています。2番芦澤握る、3番の山田哲也は差し構え、4番加藤も5番池永も6番広瀬もみんな刺す、バックストレッチへ抜けまして5号艇池永が差し切っていきます。スタートは前提正常、抜けています。5番の池永、これを追って4番加藤と2番芦澤が僅差2番手接戦となっています。1周2マーク4号艇加藤が旋回全速、5号艇池永にも迫る勢いを見せますが、まず4番加藤が2番手単独です。そして5番の池永はトップ堅守、2周目に入っていきます。5番4番2番で戻ってまいりましたの2周1マークです。5号艇池永ですが、4号艇加藤から3艇身4艇身ほどのリードで回っていきました。内を目指す4番加藤は届かず、そして2番の芦澤がちょっと大きく回りましたか、その内を3番の山田哲也木を伺いましたが、2番の芦澤が上位はキープ、体勢は5番4番2番となっています。2周2マークをトップから池永クリア、加藤が追走、芦澤と戻ってきています。上位の体勢ここも変動なく、あと1周に入っていきます。さあ4番手は接戦です。今6番広瀬と3番山田、そしてこれをちぎれて1号艇の山本も3周目に入っていきました。先頭から5号艇4号艇2号艇の順番で最後のバック側までやってまいりました。人気を集めた1番の山本が後手に回ってという戦い、ここは5号艇の池永太志が差し込んでいきましたの競争、抜け出しに成功としております。5号艇4号艇2号艇という体制が続いております。最終の第2ターンマークを上位勢戻ってまいりました。さあ高めの配当ということになっていきそうな11レースゴール順です。5番の池永、4番加藤、2番の芦澤で五輪、あとは6番3番は接戦ゴール、最高峰に1番ゴールインです。以上第11レースダブル準優勝戦後半1つ目でした。